はい、お疲れ様です。今日もねアークナイツやっていきたいと思います。 LS の5ようやくクリアできまして、コメントいただいた皆様ありがとうございます。非常に参考になりまして、なんとかねクリアすることができました。一応自動式、もうちゃんとね働くんですけど、どんな感じだったかねちょっとやってみようかなと思いますね。編成はこんな感じで変わってません。重装をちょっと入れるとか火力を上げた方がいいんじゃないかといろいろねコメントいただいたんですけど、重装の位置をね変えるだけでしたね。いや本当奥が深いゲームですわ。みんなくれぐれも安全にね。作戦準備をお願いします。はい、まあここまではねいいと思うんですけど、右上にやっぱりねビーグルを乗せないといけない。右上が落とされるんでね、その前にクルスか。でここでビーグルをね、はい、こう目標地点に到着しました。でこっからちょっと遅くしようか。でこうっすね。で早めにメランサ下げて、で回復のこれを出したい。アンセルさんをこう出してクルースを守る。んで左上はね、重装置かないとダメなんでこう。でここまでで、まあ、大体半分ぐらいはねいいんですけど、こっからどうするんだっけ。アーミアを左上か。その前に左下がねやっぱブロック数が2なんでちょっと危ういんですよね。なんで自分の場合はミッドナイトをここで差し込んでおきます。でアーミアがそろそろ溜まるんですけど、それを左上っすね。こういう感じで。でミッドナイトを早めにこの辺でも下げてもいいかな。で上に回復を置きたい。はい、こうですね。でクルースとアーミアはしばらく置いといて、ドローンをね全部、処理してくれると。でこっからなんですよね。前回は右上が、ビーグルじゃなかったんで抜かれてたんですけど、ビーグルを置けることと、スキルがね、溜まってるんでこっから余裕があるんですけど、ちょっと待って、こっからどうするんだっけ。こっからクルースを下げんのか。あれやべ、チェンになってる。やべ、チェンになってるぞ。ここね、あれの予定だったんですよ。やべえな、チェンになってる。範囲術師の予定だったんですけど、ただ大丈夫？これもこうだな。アーミア下げで、ここでいくか。やばいな、ちょっと。であと4体なんでね、ここでどっか開くでしょ。こう開いた。そしたらこう、これでいけるはず。ちょっと危ういかな。ちょっと危ういかもしれない。危ういね。いや頑張れ頑張れ頑張れ。ここで負けるとかなしだぞ。オーケー。こんな感じね。いやー非常に長かったんですけど、まあちょっとね心も折れそうだったんですけど、なんとかねこうクリアできると非常にね、次行こうみたいな感じになるんで、育成もね今後もやっていきたいと思います。はい、ということで本日はねこんなところで終わっておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。